だよっていう話を。で、その人の備えるっていうところ、それに対してみんながいろんなことを覚えておきましょう、準備しておきましょうっていうことです。みんなが災害が起きたときに備えてる方法、一つあります。小学校、まあ、幼稚園もしてるかな。避難訓練してませんか？避難訓練。はい、じゃあ避難訓練してる人、学校で避難訓練してる人、はい、手挙げて。ほとんどいますよね。はい、ありがとうございます。じゃあ手を下ろして。はい、じゃあもう一つ聞きます。地震の時の避難訓練って、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんにも質問です。学校とかお家だったら、机の下に皆さん隠れますよね。さあ聞いてる？もし、今、ところですわ。それ以外、こんな方法あるよって言っています。どっかに隠す。ここ。ここの下。それ以外は。上。上以外の下。いいね。他は。どこ。入らないのね。同じ机の下には無理だよね。はい。ここの道路に行ったらいい。道路に行ったらいい。道路のどの辺に行きます。真ん中に。真ん中のところ。車が来たらどうしよう。ね、車がないときはいいかもしれないけどね。ということで、いいっていう。